エッチ、守備はどうだった？どうにはいけたのか？ちょっと待ってくれよ。それよりなんであんたがここに？俺には例の記録機械があるからな。しかし本物のドラゴンはすごいや。思い切って町の外に出た甲斐があったぜ。あれ、何の話なんだ？塔の話だよ。結局ウルを超えることはできなかった。地下から行く道が封印されてたんだ。封印？そいつはちょうどよかったぜ。よかっただって？一体何がだよ。ああ、悪い悪い。空から塔に行く方法が見つかったんでな。でも霧みたいなものが邪魔するって。だからそいつの正体が分かったんだよ。あの霧はメルカバが作ってるんだ。メルカバ？町の言い伝えに出てくる神の車さ。実際は9世紀の防衛装置なんだ。どうやら9世紀にも戦があったらしい。塔をめぐるでかい戦かな。塔をめぐる戦。みんなそんなに力が欲しいのか。とにかくそいつを壊せば霧は消えるぜ。ああ、どこにあるのか調べる方が先だな。え？場所がわからないのか？大丈夫、なんとかなるって。詳しい資料が町のどこかにあるはずなんだ。でなきゃ伝説が残るわけないからな。メルカバの資料なんだけど、新政府のお偉い連中が隠してると思うんだ。まさに宝の持ち腐れってやつだな。なあ、エッチ、一度ドラゴンに乗せてくれないか？え？でも…頼む！一度でいいんだ！お前の後ろでおとなしくしてるから。やめた方がいいよ。え？なんでだよ。人間二人ぐらい軽いもんだろ。途中で戦いになるかもしれない。あんたを巻き込むわけにはいかないよ。戦い？脅かそったってダメだぜ。ドラゴンがいりゃ怖いものなしだろ。でもまあ今回はやめとこうかな。
帝国軍？なんで？作戦は予定通り進行している。期待するぞ。騎兵隊の連中、飽きもせずよくやる。ここの人間には応えるんじゃないですか。なんせ戦闘機見るのは初めてでしょうから。かもしれんな。行くぞ。あるのね、あんた。話なら注文してからにしな。聖なる方々の聖なる巡らさ。ハンターのエッジってのはお前か？ああ、そうだけど。お前に預かりもんだ。ほらよ、新政府の通行証だ。ったく、わけはわかんねえぜ。なんでお前みたいなやつに。そうか、お前バイマンさんに金積んだんだろ。バイットのやつに紹介してもらってよ。なんだよそれ。第一、バイマンって誰だ？ハエットの知り合いか？なんだ、知らなかったのか。あいつの親父だよ。新政府じゃ司祭の次ぐらいに偉いんだぜ。そんな人がどうして。さあな、俺は頼まれただけだからよ。そうだ、伝言もあったんだっけ。話があるから新政府まで来いってよ。
おや、君は確か解放区で。いやあ、この間は失礼した。私はキトールというものだ。見たところ旅をしているようだな。これで食料でも買うといい。その代わり、私が解放区にいたことは黙ってくれよ。司祭様に知られると困るよな。エッチ、早速ドラゴンの力を利用しようってか。いい加減にしろよ、このクソ親父。気をつけろよ、どうせろくなこと考えてないぜ。君か、エッジ君というのは。あ、まあとにかく入ってくれ。息子が随分世話になってるようだな。きちんと挨拶すべきなんだろうが、何分時期が時期だけにな。本題に入らせてもらうよ。君も知ってるだろうが、この町に帝国と名乗る一団が来た。彼らはこの町を明け渡せと言っておる。ふざけた話だ。帝国の噂は今までも聞いておる。その冷酷なやり方もな、評議会でも降伏すべきという意見が主流を占めつつある。我々が戦っても勝ち目がないというわけだ。だがその帝国も敗北したことが二度だけある。あのバカ息子の言うことが本当なら、君に頼みたいことがある。そのドラゴンで奴らを蹴散らしてほしい。いや、無論ただでとは言わん。聞けば息子と同じく9世紀の遺跡に興味があるとか。もし君が帝国軍と戦ってくれるなら、この町にある遺産を見せることができる。君が探している塔とやらの手がかりになるかもしれん。どうだ、頼まれてもらえんか。わかった。僕も帝国に恨みがないわけじゃない。奴らと戦うよ。本当。